どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。はい、今日もね、新作映画1本ご紹介といっても、ちょっと1、2週間ぐらい遅れちゃったのかな。資料館のシスター、呪いの秘密ということで、はい、もう皆さんね、本作はホラー好きな人なら、説明の必要もない大人気の資料館ユニバースの最新作です。資料館ユニバース。超常現象の研究家で作家でもあるウォーレン夫妻、エド・ウォーレンとロレイン・ウォーレンさんのこの夫婦ですね、彼らの身に起きた事件をドラマ化したものが、資料館ユニバース、資料館シリーズとなっているわけですよ。で、本作はその9作目にあたるわけなんですけども、この資料館ユニバースね、ちょっと分かりにくくなってんですよね。っていうのも、公開年で順番に見ていくと、実はね、時系列が結構バラバラなんですよ。ユニバースは内容や設定から大きく4つに分けることができるんですよね。まずはね、アナベルシリーズが3作、資料館シリーズが3作、ヨローナ、こちらはね、ヨローナはそれ単体で1作だけなんですね。そして、資料館のシスターシリーズが2作であり、本作はその資料館のシスターの、シリーズのね、2作目、続編となるわけなんですよ。資料館のシスターは2018年に公開されて、僕の動画でもレビューしていますし、で、このね、資料館ユニバースなんですけど、他にも、ヨローナ泣く女と資料館悪魔のせいなら無罪も、僕のチャンネルで、レビューしていますので、ぜひチェックしてください。で、このね、資料館ユニバースなんですけど、時系列順に並べると、資料館のシスターシリーズが最初に来て、次はアナベルシリーズ、そして資料館シリーズ、とね、この3つなんですけど、単体のヨローナはですね、このアナベルシリーズと最後の資料館シリーズをつなぐエピソードとなっています。つまりですね、本作資料館のシスター呪いの秘密は、こちらはですね、ユニバースで資料館のシスターに続く2番目のエピソードになるわけですよね。つまり前作資料館のシスターが資料館ユニバースの、時系列ではね、一番古いトップの作品と1番目のエピソードとなっています。で、この、資料館のシスター呪いの秘密が、全体では2番目のエピソードなんですね。前作が1952年の出来事を描いているんですけども、本作はそれから4年後の1956年を描いています。ユニバースシリーズ9作目なのに、前から2番目のエピソードだったんですね。2016年公開の資料館エンフィールド事件に、ロレイン・ウォーレンの悪夢に登場する悪魔のシスターバラクのルーツに迫る、いわば資料館シリーズの前日譚となっています。前日譚、エピソード0ってわけですよね。それにしても熱海といえば秘宝館、ホラーといえば資料館みたいに、いやもうね、秘宝館も資料館もドル箱コンテンツになってますよね。とにかくこの資料館シリーズ、公開すれば大ヒットするので、これほど美味しいコンテンツはないんですよ。なんたって、ホラー映画っていうのは制作費が基本安く済みますからね。安く抑えられていて、見入りが大きいということで、これはね、美味しいっていうことで、やめられませんがね。そして、次回作、今回がね、今日ご紹介する最新作が9作目。つまり、次回作は記念すべき10作目ですから、いやもう、ファンの方たちは10作目が楽しみですよね。もう今から楽しみです。で、ユニバースとして、それぞれ関連性があるので、できたら一通り鑑賞しておくのがベストなんですけども、それが無理なら、前作、悪魔のシスターだけは鑑賞がマストとなっています。未見の人は前作を鑑賞してからにしてくださいね。っていうかもうこれね、前作見てないと何が何だかもうさっぱりわかんないと思います。あんまりね、楽しめないと思うんですよ。僕もね、前作は見ているんですけど、ストーリーかなり忘れちゃってるんで、あれってどういうことだったっけみたいのがね、結構ありました。はい。なので、もう記憶がね、薄れてる人は、もう一回ですね、配信か何かで見直してみるのもいいんじゃないかなと思いますね。僕もね、これ見る前に、前作をもう一回見直しておけばよかったなと思いましたよ。大体、こう作品がヒットして、まあ、シリーズ化していくと、前日譚とか、あとまあ主要キャラクターの誕生秘話みたいなエピソードをやりたがりますよね。エピソード0ってやりたがるじゃないですか。まあ、例えばリングの貞子とか、まあ、エイリアンとか、あとレザーフェイスも、誕生秘話というか、ルーツとなるエピソードが制作されましたけどね。いや、この手の誕生秘話、まあ、いわゆるルーツ編って、大体つまんないよね。外しますよね。だけどね、例外的に面白いのもあるんですよ。それはね、ゴルゴ13。ゴルゴ13のルーツ編は皆さんね、ぜひ読んでみてください。デューク東郷、ね、ゴルゴ13、デューク東郷ですよ。デューク東郷の出生の秘密に迫るエピソードが、これいくつかあるんですけどね、いずれもめちゃくちゃ面白いんですよね。まあ、それはともかくですね、本作では、バラクのルーツに、悪魔のシスター、バラクのルーツに迫っています。すべての元凶の始まり、ユニバースで最も古い時系列の前作、資料館のシスターでは、ルーマニアの修道院でオカルト大好きな貴族が悪魔召喚の儀式を行って悪魔バラクを召喚しちゃうんだけど、バチカンが送り込んできた死者たちによってバラクは封じ込められてしまうんですよ。だけど第二次世界大戦でその修道院が空爆を受けて建物の一部が崩落したことから地獄の扉が開かれて、またもバラクが復活してしまった。時は1952年、バチカンがバーク神父と見習いの修道女アイリーンを派遣して彼らのね、壮絶な戦いの末、バラクの封印に成功したかに見えましたが、しかしバラクは滅んではいなかったってとこで、前作悪魔のシスターはエンディングを迎えました。本作はね、そこからの続編とは続きになるわけですよね。前作からね、4年後、今度は1956年、前作は1952年だったんですけど、今回は1956年のフランスの、女学校が舞台となります。なんとね、なんとちょっと驚いたことに、前回、活躍されていたね、要はバーグ神父ですよね。アイリーンの、師匠であるバーグ神父はですね、すでに病気で死んでいたっていう設定なんですよ。前作ではアイリーンを引っ張る、師匠みたいな重要な人物だっただけに、なんかね、扱いが雑すぎるだろうと思いましたよね。役者さんに何らかの事情があって、続投できなかったとか、それともなんか、主演女優に手出してトラブルか何か起こして降板でも食らったんですかね。なんかね、劇中でバークさんなら死んだよのセリフ一言で説明されて終わりですからね。なんともこのバーク神父ね、バーク神父、不自然な扱いですよね。でバークを演じた役者さんはジャニーズだったんですかね。そんなことねえか。それはともかくバチカンの枢機卿がアイリーンの元を訪れてきて、どうも悪魔バラクがまたも悪さを始めたかもしれないっていうことで、お前ちょっと調査してこいってね、命じられるんですよ。前作では見習い修道女だった彼女も今では立派なシスターです。で今回はね、頼みの師匠バーグ神父いませんからね、代わりに黒人のシスターデブラが半ば強引にね、友達感覚でついてきちゃうんですよ。で、彼らは調査を始めるわけなんですけど、その結果、バラクの目的が、フランスのある女学校にあることを知って、早速現地に赴くんですよ。そこではなんと、前作で一緒にバラクと戦った青年モーリス、旅人旅人のモーリスが、こちらではね、なんか今度はね、用務員のおっさんとして働いていることを知るんですね。再会するわけですよ、そこでね。しかし、前作の終わりでね、描かれたように、バラクはモーリスに取り付いていました。果たして彼らは再びバラクを封印することができるのかみたいなね、そんな内容になってたわけですよ。はい、それではね、これから詳しくレビューするわけなんですけども、その前に映画の評価額をつけたいと思います。大人の映画鑑賞料金2000円を上限に、この映画にならいくらまで出せるかということで、100円単位でね、評価額をつけていきます。映画、秘宝館じゃなくて資料館のシスター、呪いの秘密、評価額はズバリ。1200円9大作。ぶっちゃけ前作、資料館のシスターもかなり微妙だった記憶があるんですけど、まあ本作もね、前作と似たり寄ったりな感触でしたかね。資料館ユニバース、初期の頃ね、エイフィールド事件とか、あそこら辺はね、めちゃくちゃ面白かったんですけど、シリーズを重ねるに従って、なんかね、制裁を欠いてるように思えるんですよね。まあ、前回の悪魔だったら無罪みたいなね、あれも今一つだったような気がしますよ。まあ、それでも、興行的にはそこそこヒットしているんで、まあ、そのおかげでシリーズがね、続いているわけなんですけども、だけども、ここら辺でそろそろ手こ入れしていかないと、これ以上ね、なんか見届けるのはそろそろ厳しいかなって思いますね。なんか結構ね、だれてきてるというか、惰性で見てるような、感じになっちゃってるんですよ。まあ、それでもジャパニーズホラーに比べると制作費が桁違いなんで、ビジュアル的な迫力はね、もうそれはね、段違いですよ。で、今回ですね、特にね、面白かったというか、すごいなと思ったのは、こう棚にね、雑誌が並べられて、たくさんね、雑誌がね、横並び、メンチンされてるんですけど、で、風が吹いてね、風に煽られて、その雑誌がね、ページがパラ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 めくられていくんですよ。で、それぞれの雑誌、いろんな写真がね、パラパラめくられていくんですけど、それがね、だんだん全体として徐々にバラクの姿、まあ、バラクのね、全身像になっていくっていう演出は、美術さんの卓越したセンスを感じましたね。あれはね、ああいう演出は、まあそこら辺なんか結構ね、お金がかかっていたんじゃないかと思いますけども、まあ、正直あんまり怖くはないんだけどね、いや、面白いなとは思いましたね。なかなか印象的なシーンでしたよ。まずは主人公、シスター・アイリーンを演じた大佐ファーミガちゃんね、大佐ファーミガ、ファーミガっていう名前でピンときた人も多いと思うんですけど、ロレイン・ウォーレンを演じている、あのウォーレン夫妻の奥さんのね、ロレイン・ウォーレンを演じているあの女優さんがベラ・ファーミガっていうんですよ。で、ファーミガね、お互いファーミガですから、つまりね、この大佐ファーミガはベラ・ファーミガさんの妹さんなんですよね。妹ちゃんなんですよ。で、ベラはね、50歳なんだけど、ちょっとやっぱりね、年が離れてるのかな。大佐ちゃんは29歳なんですね。だからベラ・ファーミガさんもね、なんか色気のある、ほんと美人さんなんですけど、お姉ちゃんに比べると、大佐ちゃんは可憐で可愛いタイプなんですよね。特に前作の見習いシスターのビジュアルイメージに彼女ぴったりでしたもんね。で、あれから前作から5年の月日が経ったわけだけど、まだね、あんま変わってないっていうか、あどけなさを残していて非常にいいですね。そんな彼女がバラクの目的が何かっていうことを推理しながら、バラクの潜伏先を突き止めるという、まあ、ちょっとしたね、謎解きミステリーにもなってるんですよ。やがてモーリスに憑依していることを、まあ、突き止めて、まあ、終盤でね、いよいよ悪魔との一騎打ち、悪魔払いに突入するというわけなんですね。今回ね、前作では頼りだった、バーグ神父、師匠がいないんで、代わりに黒人のシスターデブラがね同行してくるんですけど、今回このね黒人のシスターあんまり役割が薄かったっていうかね、必要なかったように思いますね。ただ一緒にいただけで終わったような気がします。もう少し具体的に活躍させてもよかったんじゃないかなっていう、だからちょっともったいないなと思いましたね。面白いのは、この映画見てて面白いなと思うのは、なんといっても J ホラー、ジャパニーズホラーとの対比、比較ですよね。やっぱり J ホラーっていうのは、貞子にしろ、ね、呪怨にしろ、リングにしろ、こうじわじわってくる、ね、こうじわじわくる、じめじめしてて、じわじわくるじゃないですか。それに対して、西洋のホラーはもう力技の体当たりなんですよね。いきなり登場して、殴るわ蹴るわの物理的攻撃をかましてきますからね。なので、心霊ですよ。相手は悪魔とかですけど、悪魔なんだけど、こう、エイリアンとかプレデターを相手にしてるのとあんま変わんないんですよ。そして、バラクも実体化することで、物理攻撃が効くんですよね。いや、悪魔って殴れるんだ。拳で。いやこれマイク・タイソンとかだったら余裕でバラク悪魔ボコせるんじゃないかなと思いましたね。っていうか、この映画ね、こういう悪魔の、いわゆるなんで物理的攻撃が効くんだとかね、そもそも物理的攻撃を繰り出してくるんだとか、いや悪魔ってそんなことしてきますかね。そこら辺の設定が曖昧というか、要するにこういったねオカルトものっていうのは何ができて何ができないのかっていう、いわゆるルールとか法則みたいのをきちんと設定して、それをね、徹底しなきゃダメだと思うんですよね。そうじゃないと、それこそ何でもありになっちゃうじゃないですか。何でもありがね、一番ホラーにおいては僕はつまらないと思うんですけど、本作はね、若干このバラクの設定が何でもあり設定になってるような気がするんですよね。ように思えたんですよね。このバラク、悪魔バラクの設定が曖昧っていうか、こういい加減なんで、どうすれば倒せるとか、こう、撃退方法についても、やることなすこと、もう思いつきとか、行き当たりばったりなんですよね。そこに、理屈とか論理がないんですよ。やっぱりこうトライアンドエラーでいろいろ実証して、こういう理屈、こういうルール、こういう法則で動いている存在だから、こういう攻撃が効くだろうみたいなね、そういうのが全くなくて、どちらかっていうとね、この撃退法、彼のその悪魔の撃退法も、要は宗教なんですよね。宗教の儀式なんですよ。とんでも宗教儀式と言いますか、結構いろいろね、その儀式的な力でその悪魔にダメージを与えていくわけなんだけど、いやそんなの僕ら分かんないし、いやそもそもそんなんで倒せるなら、いや別に黒いらねえなっていうかね、だって結局さ、呪文唱えたりとかお祈りするだけで相手苦しんでね、悪魔苦しんでくれるわけだから、いやーなんかね、撃退法に関しては詳しい撃退法はネタバレになるので伏せますけど、確かにね、その撃退法、理屈はわかるんですけど、理屈はわかるにしろね、こじつけというか、これだと凶悪な悪魔バラクも強いんだか弱いんだかよくわかんないんですよね。いやいや、これだったらさ、弱点さえわかれば、キリスト教信者ならなんか誰でも倒せそうなのね。そんなんでいいのかと思いましたね。強いんだか弱いんだかちょっとよくわかんないんですね。何より気になるのが、このバラクと、オーレン夫妻との、関連性ですよね。ネタバレっちゃネタバレになるのかな。今回もちょっとだけね、ベラ・ファーミガさん演じる、ウォーレン夫妻ですね。例の夫妻が、ちょっと顔を出してはくれるんですけど、まだね、なんですかね、現状のシリーズではこのウォーレン夫妻とバラクはほんのちょびっとしか絡んでないんですよ。関連性っていうのがまだちょっとよくわかんない。まあ、おそらくこの流れからするとウォーレン夫妻にとって、この悪魔のシスターバラクはおそらくラスボス的な存在になるんでしょうね。つまり本作は前日譚なので、バラクはまあ3度目復活するわけですよ。まあ、結局これは1956年の出来事で、このウォーレン夫妻がね活躍するのは1970年とか80年代ですから、そこにね、エンフィールド事件でバラクは登場してますから、まあ、結局この悪魔のシスターシリーズでこのバラクを撃退することはできなかったってことですよね。まあ現代というか1980年代で、まあ、この決着対決は持ち越されるということになるわけですよ。まあ、記念すべき10作目はいよいよバラクとウォーレン夫妻の直接対決となるんですかね。ただ資料館のシスター2作前作と今作はですね今一つだったんで個人的にはねあんまり盛り上がりませんでしたね。本作はシリーズ中結構重要なパートだと思うだけにここら辺はねちょっと残念なんですよ。っていうかねこのウォーレン夫妻っていうのはもう実在の人物なんですよ。ウォーレン夫妻っていうのはシリーズでも描かれたアナベル事件とかね、あとエンフィールド事件、あとペロン一家事件にこれ実際にね彼らは実在の彼ら本当の彼らはねそれらの事件に関わってるわけなんですよ。で、このウォーレン夫妻、夫のエド・ウォーレンは、カトリック教会が唯一公認した非聖職者、まあ、普通はね、悪魔払い師っていうのは、神父とか、聖職者がやるんですけども、今回ですね、カトリック教会が唯一公認した聖職者でない悪魔研究家なんですよね。悪魔払い師ではないけども、悪魔研究家なんですよ。これ、カトリックが公認しているわけですよね。で、奥さんのロレインさんは、透視能力とか、霊視能力を持っている、まあ、超能力者ということで、まあ、お互いね、オカルト好きで、まあ、合コンか何かで意気投合したんでしょうね。まあ、シリーズでは、実在の事件を描きつつ、だけど、このバラクとの対決とか確執っていうのは、これはね、もうフィクションなんでしょうね。完全に作り話なんでしょう。まあ、お二人ともすでに他界されているので、まあ、ある程度ね、好きなようにストーリーをでっち上げることはできるんですけどね。うん、でもね、この資料館シリーズって、フィクションとノンフィクションっていうか、まあ、実際の事件を扱ったパートと、完全にオリジナル、今回のこの資料館のシスターみたいなオリジナルのフィクションと分けられるんですけど、やっぱ圧倒的にね、このユニバースは、実在の事件絡んだエピソードの方が面白いですね。いや、それをコンセプト変えずに、その形式美は継承していった方が良かったんじゃないかなと思うんですよね。まあ、アナベルと、まあ、資料館シリーズで起きている、事件、資料館シリーズですね、エンフィールドとかペロン一家とか、あとほら前回の、裁判ですよね、悪魔裁判、あれは全部実在のお話なんですよね。だけど、あとヨローナはどうなのかな。ヨローナはあれも一応実在っぽかったですよね。でもこの資料館のシスターはね、おそらくこれは、オリジナルだと思われますね。なので案外ですね、まあ事実は小説より奇なりって言う通り、やっぱり実在の事件、事実の方がフィクションを完全に食っちゃってるとかね、上回ってますね。はい。だからこの資料館のシスターシリーズは逆になんだろう、蛇足のような気がしますね。で、せっかく資料館シリーズ、ウォーレン夫妻を描いている資料館シリーズはずっと実在の事件でやってきたのに、これバラクとの対決とか入れちゃうと今度フィクションになっちゃいますからね。なんか蛇足というか、やらない方がいいような気がしないでもないんですけど、皆さんどうお考えでしょうか。はい、まあそんなとこですかね。以上、ミステリー作家の七尾よしでした。バイバイ。